ちゃんバカ一台。伐採と仮設道路の荒土工が終わったので、3箇所からスキャンしていくぜ。施設の秒から KBM を始準。早速、機械設置、後方向開始でスキャン。実は後方公開に手間取った。まず据えたら任意点に名前を付けなければならない。それを忘れていたので気づくまで3分かかった。なかなか素晴らしい。稼働中の重機がスキャンされて、ゴースト化してる。KBM、2が15ミリ誤差出たので、確認してみよう。このラスデータを、今任に送ります。さすれば、砂防園庭の設計データと合成して、ぐりぐり回して遊べるようになります。元へ、ICT 土工の元データになります。